デス飲むから一回、うん、はい、なんだったかなあのちゃんとね、あの股間周り洗いなさいって言われるわけですよ、不衛生だから、はい、で普通のシャワールームシャワーですけど、はい、なんか知らんけどうち掃除とかするからかジェットヘッドみたいなのがついてるやつだったんですよ、うんうん、でジェットの方が綺麗になるんじゃねえかと思って当ててたら、なるほどね、そうそうそう、俺のチンコはジェットごときじゃ傷つかんと俺のジェット対チンコですよ、だからジェットごときじゃ傷つかんと、そうそう、でやってたらなんか変なとこに当たるなと、裏、うん、あれとなんだこれ、うん、って思って、うん、頭おかしいから当て続けるっつだから頭おかしいからな、頭おかしいですよこいつ、頭おかしい、当て死にますよ死ぬか普通死にますよ、死にはせんですけども、で気持ちわかるよ、うん、今でもそうだもん気持ちわかる、全然わかる、ああ当て続けるっつ、そうもちろんそうですよ、でその時にあのね、しかもね出てもねえ時に、最初何がで白いの初めて出してもない、出してもない、はい、である日突然白いの出たんですよ、当ててた、そう急に出たわけ、ああ何これってなって怖い怖いってオーライっていうか、まあ、自分の手で取ってるじゃん、だから何これみたいな、ああおしっこだったらザラザラ、なんか普通の水でしょ、ああ なんか気持ち悪い、ああ何これみたいな、ああ体からノリ出てきたんかなと思って、ああそうだよな、うん、ノリ何これと思って、あれシャンプーでしか消え去らない、シャンプーでしか消え去らない、あれ何あれ、あれな普通の石鹸じゃダメなんだよ、シャンプーじゃないと消え去らないんだよ、そうそうシャンプーでしか、そうボディーソープで消え去らない、ボディーソープで消え去らない、シャンプーでしか、シャンプーでしか、シャンプーってシャンプーでしか消え去らないっていうのは何すかあれ、なんでなんかな、なんでそうなんですよ、シャンプーでしか消え去らないんですよ、ね、石鹸ごときで消え去らないんですよ、そう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 、あのネバネバなんかこボディソープも消えないんですよ、でシャンプーだけはなぜか消えるんですよ、糸引くタイプのネバネバじゃないか、スパッていくさ、なんか分かる、気持ち悪いと思って、うん、でもうなんかこれが何なのか分からないけど気持ちはいいから続けるんですよ、うん、ってなって中学生ぐらいになった時にあーって分かったぐらい、俺は初めてそれ、うん、初めてそれです、じゃキャナさんね、キャナさんは今日喋らすのやめちゃったけど、なんか今の状況は喋らない方がいい、だって大人いっぱいいることは言え、任せますマジで俺全部知ってたからな、あこの人はだってマセガキこんなこと言ってた、ほんと年上のマセガキだったと思うから、童貞なのに、童貞ではあるけど童貞なのに やらなかった、大学生、あそうそうそうだよ、この人そうだよ、そうだよ、大学生までやってないんだよ、じゃあだからあの、うん、朝起きたらパンツカピカピしてるなっていう、あーあー無精してるタイプですね、そうそうそう、なるほどね、小学校4年生ぐらいだと、はいはいはい、ということで、はい、いろんなのがあります、いろんな目覚めがありますから、目覚め方は自由ですから、そらえあのさ本当これ本当にもう僕は相当踏み込みますけど、なんすか自分のも遊郭はあるんでしょそれ、あもちろんもちろん、これあの何本当のあれよ、何本当あれ、俺も怪我するよこれ、お何これあの怪我します、僕も怪我します、え2人怪我、俺しか怪我しないかもしれない。何？だから見てて、エブイ？見てて、うん、どんな味がするんだろうってなったことないですか？なるほどね。あります？俺ね、この人は何を笑顔なんだと。なんで飲めるんだと。なんで笑顔なんだこの。好奇心旺盛だね。この女はなぜ笑顔なんだと。なるほど。どういうことだと。美味しいのかと。あんな飲んでるけど。うめえのか多いと。カルピスなのかな。多いと。バチクソに美味しくなかったな。ああそうですか。うん、僕はだからその時に、うん、と思って、うんうん、でもまあ結果そういうことじゃないですか。うんうん、そういうの飲むってのは、うん、そういうことですよ。そういうことじゃないですかね。うんうん、それねそれは喜ばしたいともあるわけじゃないですか。うんうん、美味しい美味しくないじゃないですからね。うん、あれはもう興奮とそのテンションもありますから。テンションもある。でも僕は思うわけですよ。あれをだって急にバリウムみたいに出されたら飲まないですから。うまいのかとね。お前らと。ええもうそういうことで、まあ、それは言いたいことわかる。うん。おいと。わかるよ。そういうことですよね。わかるわかる。俺はね、味は気にならんかった。これはもう、あれですよ。人間性ですけど、僕の。そのジュースとか嫌いなわけじゃん。カルピスとかも好きな、嫌いなわけじゃん。だから口に入れるもの。びっくりしたよ、この前マージャンしてたら、うん、これ3品茶いつも飲んだけど、そうそうそう、俺のレモンティー取って飲んで、上って吐きよったもん。うん。なんだこいつと思ったもんだって。ごめんな。勝手に人のレモンティー飲んで、上って。なんだこいつと思ったもん。まあ、その後の一言も気持ち悪かったよ。関節キスだなって言いながらリーチかしれば。気象とで親っていうか何とこいつと思って、本当にいやもう間違ったと思って、はい、3品茶の味が来ると思いながら飲まされるレモンティーって何だこいつと思ったけど、まあまあいいんですよ、ね、ごめんなさい、ねはい、あなっちゃんなんか体調によってやっぱ変わるらしいです、いやまあそうでしょうね、まあ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 、まあ、だってそれで言ったらさ、こんなこと言ったんですけど別に味は知らないですけど、はい、おしっこだって見た目も変わるわけじゃないですか、匂いとか、はいはい、俺ハイチュウ食った後めっちゃハイチュウの匂いするから、あそうですよ、だからそういうことです、おしっこ飲んだことない、
いや、ないです。僕は更新しようぜなんて。そういうシーンもあるわけじゃないですか。ありますよ。美味しいのかな。あなたすごいですね、好奇心が。僕の甘いです、ちゃんと。ああ、あなたじゃん。ちゃんと甘いです。糖の尿じゃないですか。糖の尿です、僕は。糖の尿じゃないですか、あなた。でもやっぱそうそう、もちろん体調に完全に左右されます。いや、まあだと思いますよ、それは。完全に。うんうん、だって俺カフェラテ飲みまくってる時カフェラテの匂いするからな。うん、もちろんもちろん。ワンチャンカフェラテ出てるんじゃないかなと思う俺。激辛カレー食べたら、うん、あそうか、ヒリヒリするって言ってたもんな。うん、だからやめれ。そういうことですよね、体調に。うん、やっぱだからその、うん、男は結構その勉強しないわけじゃない。あ、そっちの思ってる以上に。うん、見て楽しむタイプだからね、どちらか。で、やっぱね、僕もだからその高校生の時は、うん、彼女いましたけれども、うん、その核のね、核、うん、の彼女18、19の時なんていないから、うん、でもその時ってやっぱそういうの多いわけじゃん、うん、そういうことね、うん、だからやっぱりあの AV との境目が消えちゃうわけですよ。だから大変ですよね、あの時ね。一番大変だったあの時、AV との境目が分からなすぎて大変だった、うん、本当に、うん、風俗狂いになってる時、風俗狂いになってるし、うん、あの AV との境目も知らんし、うんうんうん、大変なことなんですよ。知らんけど、もうみんな発射するもんだと思ってた、女性は。ああ、ショー。そう。ああ、なるほどね。そう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 。なるほど。大変なことなんですよ、あの時。ああ、確かにな。だからそれを経てですよ。ああ、もちろん。だから俺さ、大人の男性ってモテるじゃないですか。だからその辺もちゃんと踏まえて、はいはい、いろんな意味で女性の扱いが分かってるから、やっぱ大人の男性ってモテるんだなと思いますけど、ね。で、僕のやっぱりね、はい、そういうのって、はい、そういうファンタスティックなとこ行っちゃうから。ファンタジー。僕そう。毎回素晴らしい方法。ファンタスティックの方行っちゃう。今日の一応ラジオ一切ファンタスティックな要素ないんですよ。僕のせいってファンタスティック方面に行っちゃうんで。ファンタスティック4みたいに言われてもらってるんですか。ファンタスティック方面じゃないですか。ファンタスティック4面って言ってましたよ、ね、今。本当に良くない、はい、良くないというか、別にいいんですけど、まあまあ、良くないとは思ってないんで、僕は。人は人それぞれで、はい、別にいいんですけど、はい、それを外でやらなければ、はい、あなたの場合はね。いや、外というか、ね、外でというか、他の人を巻き込まなければ、ね、うん、中地みたいに巻き込まなければいい。なんか中地なんかやってるんですか。こう言えないやつ。中地なんかやってるんですか。3とか4とかの話があるじゃないですか。なるほどね。ああいうことにならなければ別に大丈夫です、はい。危なかった中地、もうちょい言うとこあった。危なかった、ごめん中地。ごめんね。悪気しかない。本当に。悪気しかないわ。本当にいつか言ってやろうと思って。いつか言いたい。本当に。なんか、なんだろうな。真っ先に俺らが言いたい。うん、俺たちが言いたいな。うん。か、なんか、言うするかどっちかな。中地がレギュラー全部なくなってからね。レギュラー全部なくなってもちょっと怪しいですけどね。あ、本当。そう？うん。まあ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 大丈夫か。1個はな。1個？あ、まあ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 ね、うん、まあまあまあね、大丈夫か、はい、まあまあ、カウボーイさん、 YouTube でそういうパートナーとのエッチのことばっかり言ってる女の人のチャンネルがあるけど、あれまずいらしいよ、できたら飲みたくないけど飲んでほしいって言われたら好きな人に言われてるから考えるみたいなこと言ってたよって。いや、それは知ってますよ。そうそうそう、それはもちろんのことですよ。別に飲んでほしいとも思わない。飲むって言ってことはありがとうっていう。飲むって言われたらありがとうって。ありがとうって。うん、そんな。拒否られたら、うん、OK っつって。OK っていう。そう。ハイペイしてっていう。そう。ティッシュ渡す。ハイペイしてって。OK っつって。うん、そうです。別に。だ、好きな人は好きなんでしょ。だから飲まれるのが好きな人はいるんでしょう。うん。そりゃそうでしょ。まあまあまあ。僕一回口移しされたことありますよ。え？昔。どっち？二択だもんな。確かにな。てめえ知ってるもん。これ危険だな、これ。これ危険だ。危険で。終わってからでしょ。俺も、あ、4件目買ったなと思って。これ危険だよ、お前。まだ危険だよ。俺が悪いわ。とっても危険だよ、これ。どっちも知ってるから。危険だよ、お前。カタツムリになっちゃん。いや、こっち読んでてくれ。カタツムリになっちゃん。過去の男、変な人多いから気になる。変な人多いから。普通の男はいないんじゃない、うん、過去の男、変な人多いから。何が変ってこと。あ、壁画ってこと。壁画じゃないですか。あ、で、元橋さんのが気になるってこと。あ、僕のですか。じゃない、気になるって何。僕のは、うん、あなたはあれですもんね、チーム戦が好きですもんね。あ、団体戦好きですもんね、どちらかというと。10対1ですね。一歩的な。団体戦、団体戦の10対1、はい、サッカーですもんね、 10対1、ね、10対1サッカーの話ですもんね。キーパーに対して男多めの10対1。僕はですよ、いや、これはファンタスティックだから。これファンタスティックだから。ファンタジー、ファンタスティック。これはファンタスティックね。何も、これもちろんリアリティは求めないですよ。何も素晴らしくないんですよ、これ。別にリアルでやったら、うん、えーってなるよ俺も、うん、まあね、確かに俺が中にいたら、うん、いや厳しいかな、さすがに厳しいな。ファンタスティックな世界だから、うん、まだいけるよ、うん、でもリアルではいいかなってなっちゃうな。
うん、さすがに。さすがにな。リアルは11でいいかな。ああ、あれは。分からん。やったことないし。機会もないしね。ま、これ系のさ、うん、あれないんかな。風俗みたいな。ああ、体験できますよみたいな。ギリ 3P までは見たことあるけど、でも男多めはないと思う。やっぱ、うん、あっちゃやっぱりその客多めにしちゃうと制御できないから、うん、確かにね。情が多い分にはいいと思うよ。そうね、そうだね、お客さんが多いとダメだね、うんうん、客多い分にはどうにもできないですね。もたせさん、ファンタスティックじゃないらしいです。アドベンチャーらしいですよ。いえ、ファンタスティックだろ。どっちもファンタスティック、どっちも違うわよ。とかお前なんかファンタスティックだろ。何言ってんだよ。アドベンチャーデジモンかよ。シュプリムさん、はい、気温8度、標高 1700m の山の中で天の川を取ろうとしているときに何の話してるんだよ。好き、好きなんかい。好きなんかい。どこにいるわや。だから、まあ、にいるわ。チキ来ました。チキいただきました。チキいただきました。いただきました。ありがとうございます、ね。元シーン。あ、嫌い。嫌いらしいです。慣れてるもんないよ、うん。何も響かない。何も動じてない。違う意味でメンタル強いからな、お前な。何も動じてないです。僕の正義は痛いんですけどね。ほぼ言ってますよ。彼女見てるからね。言ってましたよ、今。ほぼ。じゃあ、じゃあ、あれじゃない。あれはいいさ。うん、団体戦はいいじゃん。うん、その次ですよ。ラスボスがいるわけじゃないですか、俺の中には。さっき検索したやつですか。そうそうそう。あれはなかなか口に出せないですよ、俺。これに関しては、何してほしいよ。ああ、あなた好きですからね。これに関しては。うんうん、でも別にできないんだったらできないで全然いいし、うんうん、強制はしないし、強要もしないね、強要はしない、強要強制はしない、強要強制はしない、ただできるんだったらしていただきたいぐらいな。もちろんもちろん、はい、そうそう、もちろんそうですよ。できるんだったらしてほしいだけで、はいはいはい、できないんだったら別に、うん、それでまあまあ、うん、しゃあねえしな、しゃあねえしな、しゃあない、そうそう、できるんだったら、うん、ラッキーっつって、ありがとうっつって、ありがとうっつって、頭使うもん、ありがとう。今日ひどいな、ほんとにな。え、好きな漫画家でもいないわけでしょ。あ、いない。僕あの水老球さんが好きで。誰？水老球さん皆さん知ってます？僕昔読んだことあるの。あれだな、でも同人誌系だな。あー、だから、うん、あれね、ジャンプエロ漫画ね。ジャンプエロ漫画、ジャンプエロ漫画検索ね。何回波が、あー、ラチラル、何回波が、何回波とニコロビンがラチラルってた、何回桜がラクラチラルか、あ、そうでもそうですよ、そう。たまに手まりとかに出てきてから、おお、なんかなかなか汚ねえっていうのもありますけど、そうそうそう、うん、水老球さん、こういう人なんですけど、こう書くんですけど、はいはい、僕この人の水に、ようこそ水老球ランドっていうのがあるんですけど、そういうこと言われても結構です。いや、この人の入場料いくらですか。僕は絵と、うん、そういうシチュエーションがとっても、はいはい、絵みたい、僕は好きで、好みの絵かどうかみたい、ね、裏筋侍、まんまだな、名前。うーちゃん、あーし、エロ漫画家だと、裏筋侍さんと、織田のんさんでいいのかな。織田信長の織田に NON でのんさんね。裏筋侍、名前あるっすな。エロ漫画以外かかんだろ、こいつ。え、裏筋侍。裏筋侍。うーちゃんの好きなエロ漫画家、裏筋侍。かくかく。じゃあ、こんなってば、エロ漫画家とか。いや、わかるけど。うん。わかるけど。水老球、水に、なんて呼ば、老はなんて呼ば。竜でしょ、竜、難しい竜よね。あ、難しい方の竜、ローとも読める竜ね。うんうん、チンロートの竜でしょ。あ、チンロートの竜、うん、に玉球は違う。お前さっき検索した時上山腕検索して、上山腕でしたね、うん、あ、敬礼の敬ですよ。敬礼の敬らしいです。まあまあ、ひらがな水老球にエロ漫画つけちゃえば出てきます。俺もわからないんで、水老球ひらがなでやってます。この人の絵が好きなんですよ。結構絵で左右されるわけじゃないですか。ちょっと古めの漫画の絵よね。いや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 、違うよ。何言ってんのお前。え、それはお前許さんぞお前。結構最近やっぱあのトラブル見てた人が好みそうな絵の描き方にするから、ボンキュッボンの極端なこのラインというか、本当矢渕先生ありがとうっつって。トラブル読み返した方が早いんじゃない。いや、トラブルはやらないじゃん。やるよ。トラブル、トラブルはあのおっぱい出るだけだもん。トラブルはあれは小学生のエロ漫画ですよ、まあ、トラブルは、うん、ダークレスはだってあれ、あれはもう、だってあれはもう形変えてんだよ、あれ。やってるよ、なんてね。やってるよ。僕、水老球、水老球さん見てください、ぜひ。僕の好きな漫画家さんです。はい、ああ、もうリアルな。はい、この人ベスト。で、シチュエーションが僕に合うんですよ、いつも。
あ、なるほどね。お前書いてるんじゃない？実は俺書いてるはず多分。脚本書いてる？脚本僕です。企画脚本してる。これがあれです、あの何だったっけ、これやりさんのやつですね。やりさんです。これ公演に行くやつ。あ、違う、これあれか、カラオケのやつか。知らないですけど。公演に行くやつもありますよ。どこ行かれても別にやるんでしょ結果。もちろんもちろん。エロ漫画なんて。もちろんもちろん。はい、もちろんですよ。水老急ランド見たことないんだ。ないよ。そっか、あんな名作を読んだことないんか。水老急ランド、うん。今見てみたよってうーちゃんが。極端な感じの体じゃなくていいね。もこちゃんもアーシュのやつ見たって。あ、まだ見てない、まだ見てないです。あとから。裏すぐ、裏筋。じゃあ一回水老急ランド見て。何、何水老急ランド。あの水老急ランドっていう、その、あのセックスをテーマにしたテーマパークがあって。あ？水老急ランド見てみんな。見てればこいつ。ああ、ごめんなさい、広告いっちゃった。ええー、下手くそ。わからんのに。ああ、しびょう。俺やり慣れてないんだよ。違う違う、お前今度ガンガン行ったら押すから。こうだって。持っていけそこまで。もう俺知らん。こうだって、この、うん、このグッと押したら、うん、もう行くから。うん、こうだっちゃし。なんでお前俺スマホの画面フェザータッチでいかんといけばお前。おいでよ水老急ランドね。いかんよや。すごいな。面白いっすよ、おいでよ水老急ランド。これ、もう本当に見つけた時俺もう画期的だなと思ったもん。さすがだなこの人はって。そういうテーマパークがあるんですよ、そういうね。うん、入場料払って、うん、なんていうか、キスだけ OK、うん、お触り OK、うん、入れて OK みたいなので。ドイツですかここ。入れて OK な人は、ね、はい、もうどこでも。どこでも入れて OK？ どこ、このテーマバック内だったの。ああ、そういうこと。場所はどこでもとか。ああ、なるほどね。え、ドイツですか？違います。ドイツじゃない？ドイツじゃないです。ドイツのお金払って入る風景。違います、あっちじゃないです。ランドじゃないんですか？違う違う違う。ドイツにあるけど、合法化されてるやつ。うん、それじゃない。違う、あっちじゃなくて。お前ずっとドイツ行きたいって言ってたもんな、ドイツに行ってこれた。ニッキーさんとずっと話してる。はあ、はあ、ああ、いいですね。絵の感じいいですよ。入ってからのコスチューム面白すぎるだろ。あ、なるほど、そうそう。ランド入った後のコスチューム面白すぎるだろ。これはあの強力なコンドームです。あー、なるほどね。そう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 、強力コンドームですこれは。へー、簡単に破けないと。そう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 。これはちゃんとルールがあってよ、もちろん。うんうんうん。そんな無法地帯じゃないよ。はいはい。ちゃんとしたルールがあった上でですからね。うん、どういう感情でお前らそれ着てれば。面白いですよこれ。これいいですよこれ。これ6作品ぐらいあるけど、水老急ランド。あ、そうなんだ。そうそう、いろんな目線の水老急があるんで。なるほどね。そう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 。これのお母さんが水老急ランドで働くっていうのが。どんな趣味だ。面白かったっすよ。あ、面白いです。はあ。久しぶりに見た。水老急ランドね。うん、あら、あら、まあ、うん。そういうことですよね。うん、そういうことですよ。そういうことっすよ。そういうこと。抜いてくる？全然何も思ってない。大丈夫ですか？ラジオしてるからだと何も思ってない。何も思わない。これが家だったら思ってるかもしれない。家だったらすぐ抜きますけどね。我々もね。何ですかね、この抜いてる話してるときに我々ラジオの写真撮られるのこれ今。え？ああ。なっちゃんさん。違う、これ水老急にちゃんとエロ漫画つけました？うん、そう、だ水に、いや違う違う、もう水路中ひらがなにもうエロ漫画、うん、俺だけかな、もしかしたら、うん、お前かもしれない、お前一回調べて、俺はもう調べすぎてそうなってるの。でもエロ漫画ついたら出るだろ、エロ漫画ついたら出ますよ。分からんけど、水路中ひらがなでいいよにエロ漫画って打っちゃえば絶対出るわ。出ないことないでしょ。出ましたよ。出るよね、うん、じゃあエロ漫画でつけてください。エロ漫画つけて、皆さん水老急にエロ漫画とつけてください。水老急エロ漫画、一部の検索結果に露骨な表現が含まれることがありますということです。いいですよ、大好きですよ僕、さあもうお時間も近いということで、裏筋侍検索しろ。ああ、裏筋侍、裏筋侍面白いから名前だけ一旦じゃあ CM 行きます。その間に皆さん、じゃあ一旦 CM に行きながら、うん、はい、その間裏筋侍を検索しますんで一旦 CM でーす。で、2人にエロ漫画の話を聞いてね。ちょっと待ってください。暑い。あげすぎた。ああ、はあ。はあ、今日、うれいことばっかり話すぎて、サウナも麻雀も一回も出てきてないな。
んとなくしてそういうタイプね。あ、綺麗めの、え、綺麗めのやつですか。ほら、うまいから今もバツつけてたっけ。お前やったらもうボンボン損んでるかっけ。そう、マジで。なるほどね、こんな感じ。綺麗めのね。こんな感じね。はいはい、あ、僕、え、こっちの方が好きっすね。なるほどね。僕どちらかというとこの線細めのやつが好きですね、どちらかというと。あら、あら、やらすじ侍、あら侍、あら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 、エロ漫画のこの黒い棒のあのモザイク、本当にほぼ意味ないですよね。あら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 、こういうのいいよね。こういうのいいよね。あ、こういうのいいんですよ。いいっすね。そうです、もうこれ読めないです。オードブルの深夜に飯テロ、オードブルの深夜に飯エロ、お届けしております。でも再来週には僕那覇なんで、はい、もう決まった、もうほぼほ、ほぼ仮、仮もうほぼ確です。仮は今の下ネタですか。もちろんです。あ、もちろんほぼ確で、うん、なんで、今のところですよ、はい、冷蔵庫、はい、皆さんなんかテレビの話しませんでしたっけ。あ、これマジでいいですか。じゃあテレビゲットで、電子レンジは家から。これ技能あるんじゃないの。技能あるんじゃないの、うん、俺の。あ、マジ、うん、いいんすか。もうラッキー、遠いってるからいい。ラッキー、リモコンないよ。まあどうにか2万とかで、2万とかで大丈夫ですか。キャンさん2万ぐらいでいいですか、うん、持ってっていい。取れるときに取っときましょう。持ってっていい、マジで10年ぐらいですか。キャンさんが2万で言って僕半分もらうんで。ああ、そういうこと、そういうこと。2万でいいですか。3万で。3万で。なんであげればいい。4じゃないばい。IH のコンロは買うんで。うん。家にいくらぐらいすんの。え、7000ぐらいですよ、中地が。あ、そうなの。2つ穴あったら。2つ穴、穴というか、面があったら2万、うん、あ、1万、1万ぐらいです。両面で1万円。そうそうそう。両面で1万ぐらいか。だったら1万出して両面買った方がいい。で、うん、家に IH のフライパン、なんか違うけど、一応持っていこうと思ったよ。ダメだよ一応ね。あ、誰んだばあれずっとあれ。で、あとは、うん、あとは洗濯機ですね。洗濯機ですよ皆さん。洗濯機は地元見よう。今え。あと3、4分ですよ。洗濯機持ってるよってしてない。持ってるよ。余ってる洗濯機。だねだね、そうなんすよね。洗濯機はなかなか余らないからな。ね、洗濯機はね、うん、もう最初はもう洗濯機って大体もう壊れない限り買い替えないでしょ。もう最初はもう最悪、うん、え、洗濯板コインランドリーでいいかなと思って最初はね。いや、買いに行く時間ないぜ。もう揃えとかないと。お前逆に今が時間ないから、その、うん、27が逆に忙しいし、仕事的にもね、新しい仕事的にも、はいはい、来週1週間だから読みたんが那覇に通いなんですけど、はいはい、まだそのね、バタバタもあるんで、最初ぐらいはまあまあまあしゃあないなって、うん、ね、まあ、飲み込みますけども、うん、ね、どうにかしないといけないですね。洗濯機ね、洗濯機あるよって人、ぜひ、いらないのがあるよって人、もともとさんに連絡してあげてください。お前洗濯機の取りに行って何取りに行くの。お前、まあ、冷蔵庫洗濯機何で取りに行くの。え、それはお前ちゃんと話つけてるよ。俺はどこに。ゆうすけさんに軽トラ。ちゃんとゆうすけさんに軽トラ借りてるよ。今度借りますね、いいよって。あ、そう、運転はもうマニュアルもできないから、うん、ちょ、タイガーさんにもバイト代で。お前王だよな本当に。いくらかな、その一緒に運ぶのと、うん、運転してくれるのいくらと思う、タイガーさん、まあ、日当だな、日当いくらか。日当5は全然出す。5000は全然だ。全然5000で行くか。全然来るな。全然来る。ありがとうっつって。あれって 1.5 でも来るやつ。ワンチャン1500円。1500円では来ないだろ。分からんけど、さすがに5だと思ってる。どんなに日当より安いもんだって5って。日当8000円だと思ってるから俺。あれ
あ、いや、ニット、あの作業ですか？普通のニット。いや、普通のニットってだから1日8時間やらされてのあれですよ。だから俺もう時給1000円計算だからもう8時間、あ、5時間くらいで終わるから時給1000円ってこと。そうそうそう、あ、うんうん、そうそうそう、全然いいじゃないですか。時給1000円は渡したいよね。うん、そりゃまあね。でもう、もう、もうもちろんもうあれで取りに行こうかなぐらい、うん、いいんじゃないですか。はい、ぜひ余ってたら。炊飯器はね、二の次ですね。五の次ぐらいだろお前。ごめん、本当に結構後です炊飯器、ね、炊飯器最悪どうにかなるんで、うん、今レンチンでできる飯もあるしな。レンジと冷蔵庫が一番あるんで、ね、レンジ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 は、あ、だある。あ、どっから。おかがあげるよって。やば、家にある、なんか箱に入ってるのがあるらしくて。余ってんの、電子レンジ余ってるんだ。お前、俺っち金持ちだぞ。あ、嫌い。え、お送りしたな。オードブルの CM してるお送りしたな。なんかあるみたいです。あ、そうですか。よかったですね。はい、エロい話ばっかりですいませんでした。お送りしたのはオードブル松田健吾と、もこもこでした。はい、また来週お会いしましょう。さよなら。見つけてもあれかやってるかな。そうだからもう、はい、コメントかなかった。見つけて今ソロ、ソロコンサート中なんで。そうどうせいいな、楽しみだね、もこちゃん。あれ、うーちゃんとする、うーちゃんとどうせしようとしてる。楽しみだねって書いてC じゃないよ。こんな大効果やる。C じゃない、ちょっと普通に上がっていってるし。ああ、そんなことじゃない、そんなことですか。これあの、シナーセブンがよくやってたボケなんですよ。よくやってない、一回しか言ってない。今言っちゃいけない、あれ相場はここな。これ一番面白いやつ。これが解散してよかったのじゃ。うう、ちぐみきました。皆さん、シナーセブン知らないんですか。知るけ。え、あのシナーセブン知らないの。知らないの。モノクロでスタイリッシュにしたいな。見つけました。いや、なっちゃんさんも俺も顔を知ってるから、うん、もう、あ、そそっとしないでよって話です。もう声かけてほしいよな。まあな、俺なっちゃんさんにまだ声かけられたことないな、ライブ会場で。終わった。俺でもあんまり表にいないんだよな、ライブ会場。俺ライブ会場でもほらあんまり話しかけられないなって思うけど、まず俺が表にいないんだ。じゃあ、しゃあないですね。しゃあないな。何してるか教えますか。片付けです。わかります。うっちゃんさんは単純に一回会いましょう、マジで。これ、山市のゼロです。ということは50です。山市は、ということは50。山市やでないだろ、たぶん。ワンチャンあったらどうするか、じゃん。え、ワンチャンあったら、ワンチャンあったらみんなに言わないよ、それ。ワンチャンあるんだったよ。それ、みんなに言わないよ。会ったことすら、そうだよ、そうだよ、そうですよ。
ワンチャンあるんだったらよ。ワンチャンあるんだったらね。お前が0でも向こうが100できたらどうしたの。